ああの時のあの時言葉、楽と楽しむトヨタ生産方式 TPS の目的は誰かの仕事を楽にしたいということトヨ田昭夫はそうとトヨタ生産方式は英語で「トヨタプロダクションシステム」といいトヨタでは略して「TPS」と呼んでいる。 自動化とジャストインタイムという日本柱で説明され多くの場合効率化が目的であるるかのように語られるしかしその根底にあるのはトヨタグループの創始者であり自動食器の発明家として知られる曽祖父豊田左吉の「誰かのために」という思いだという左吉の命日にあたる10月30日。 成果のある静岡県湖西市でその功績を称える顕彰祭が行われた挨拶の席で参列した豊田佐吉を記念小学生や湖西少年少女発明クラブの小中学生に向かって佐吉の発明には母の夜鍋仕事を楽にしたいという思いがあったことに触れた豊田明夫 楽という字には楽しいという意味もあります仕事を楽しめば改善が進み仕事が楽になりもっと楽しくなる生産性の向上はその結果であり誰かのためにという思いが楽にも楽しみにもなり現実を変え未来を作っていくのだとさらに豊田は 自身が取り組む活動に照らし合わせてこう続けたカーボンニュートラルの選択肢を増やそうとの一心で始めた水素エンジンの挑戦もそんな思いで取り組んでおりますモータースポーツの現場で真剣に楽しんでやることでかつてないスピードで改善が進んでいますそんな私たちの姿を見て業界を超えて 多くの仲間も集まってきてくれましたぜひ楽しみながら新しいことにどんどん挑戦してほしいと思います未来を開く原動力は誰かの楽を思う心と楽しむ心若者に伝える言葉に豊田の信念が現れている